無課金道、それはオール赤たてを目指していく物語で、わっさっやってまいりです。はい、ということで今日は無課金道やっていくんですけども、いきなりこの画面でございます。ちょっと動画外で、まあ、スタードロップね、余っていたやつ引いたらもうこれよ。俺今日ね、廃課金と本垢と無課金全部でレジェンドレアスタードロップを出してます。すごない？はい、引きまーす。いらんよこれは。これはいらない、これはいらない。はい、っていう感じで、今回から新しい、ブロスタパスのシーズンが始まったということでね、こちら、ホラーストーリーということでね、まあ、その前にですね、僕はまあ、廃課金の方でも言ったと思うんですけども、動画がね、撮れない期間があって、その時に、まあ、スマホで撮っていたんですよ。で、そこでね、何が起こったかっていうのを皆さんに今から説明していきたいと思います。ということでやっていきましょう。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。いきますよ。レッツゴー。はい、ということでやっていくんですけども、まあ、動画が撮れなかった時ね、何が起きたかって言いますと、まずパワー1ベリーを1000にすることができました。ありがとうございます。はい、まあ、次の日にシーズンがリセットされるってタイミングで、これやばい間に合わないと思って、クルーと、一緒に頑張っていきました。ありがとうございます。意外ときつかったけど、攻めた方が強かったね。最後は霧で途中までやっていたんですけども、なんか900ぐらいから逆に攻めた方が強くねみたいになって、もう俺が回復をね渡しながら、まあ結局さ、一人だったのよ、その回復要因、昆布ジュースがね。だから戦いに行って、そのダメージ食らった時に俺が回復をして、そこでね、昆布ジュースでパワーキューブを生み出していくっていう戦法の方が結構強かったんで、まあ、最終的には戦いに行ってたっていう感じですね。はい、それでパワー1ベリー、赤田で達成、ありがとうございます。もうこれは一生このアカウントはポー、ポーって言った、ベリーをね、パワー上げないことにしました。で、もう一つは、まあ、カニの金でね、最後のお買い物をしたかったんですけども、スキンだけで来なかったんですよ、最後。で、何が来たかっていうと、パトリックバズの9760カニの金ですね。はい。これが来て、まあ、マジどうしようって悩んだんですよ。でも、まあ、無料で集めたエメラルドが240個あったんで、ギリギリね、ギリギリこのパトリックバズをエメラルド使えば買えるって感じだったんよ、カニの金とね。で、すごい悩んで、もうすごい悩んだんですよ、本当に。すごい悩んだ結果ね、買いました。はい、で買ったんですけども、良かったです。はい、ということで今からちょっとその買ったところ見ていきましょう。まあ、5100カニの金と 233M ですね、これを使って、まあ、パトリックバズをまず買うと。で、正直めっちゃ嬉しかったですね、買って。いや、買えたわって。エメラルド使うか悩んだけど、エメラルド使ってよかったですね。で、まあ、こんな感じで今スタードロップを引いてるんですが、結構中身良かった気がするんですよね、俺の記憶だと。確かね、あんま思い出せない、何が当たったとか思い出せないんですけど、あれ良くなかったっけ。あれ良くなかったのかしら。何も出ない今のところ。お、来た、やっぱレジェンドだ。ほらね、来たんすよ。そう、すごいのよ俺確率で。ここでサージのマキシマムショットね。で、ハイパーチャージも買って、そのハイパーチャージからアンジェロの、マイキーゾーン出ました。もうだから正直エメラルドを使って買っただけあるなって感じの中身でした。はい、これがね、一応動画が撮れなかった期間に起こったことでしたね。まあ、本来はね、動画撮ってこの反応を見たかったんですけども、まあまあまあと。まあ俺忘れっぽいんでね。うん。いい反応だったんじゃない今のも。はい。ということで、じゃあ今日は何をしていくかっていうと、まあ新しく、まあシーズンが始まったということで、クエストもね、多分リセットされてね、こんな感じになってますと。はい。だからクエストやりつつ、まあショップのまず無料をもらって、はい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 。で、あ、そうそう、思い出した。アンジェロをレベル上げようと思ったんですよ。あ、もう一つあった。あとね、そう、これね、ガチバトル、前シーズン、マスター行ったんですよ。そう、マスター行って、で、最後の、レジェンドレアスタードロップか、ウルトラレア、あ、レジェンドかな？そう、レジェンドレアスタードロップで、ガスの
このスピリットアニマルっていうスタッパーが出ました。これはちゃんと録画したんでね、今と、流していると思うんですけども、はい。めっちゃだからもうガスも正直、トロ上げできるなって今感じになってます。はい。なんですけど、アンジェロのハイパーチャージが出てしまったということで、アンジェロのレベルを上げるか、かよ。あとなんかね、ハイチャ持ってるキャラがね、いた気がすんだよね。あ、ミコ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 、そう、ミコ。ミコか、アンジェロ今悩んでるんですよ。ミコにしようかな。ミコにします。ちょっとミコのレベルを上げます。いやー、こんなに上げちゃうっていうね。で、これね。もうしっかり、しっかりフルカンスト。これがむずいんだよね。モンキーパンチでいっか。あー、ないわ。もうまたコインだわ。オッケー。で、でよ、これ買います。で、これ買います。はい。うわ、嬉しい。これ本当にかっこいい、このスキン。ミコはこれよね。いい。全然いい。全然トラ上げできる。で、あ、待ってね。マスタリーだけ一旦確認していい？ワンチャンあるよね。ワンチャンス。ワンチャンマスタリー回収できるやつがあると信じて、いる。ある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 。ベリーね。そう、ほら、ベリーすごくね。まあ、ほとんどキャリーなんだけどね。たまに頑張ったぐらい。こいつ逃げれるからさ、それが結構強かったっすね。あとは、ペリー取った後、リコか。よし。まあ、逃げるのは強いって言ったけど、本当にキャリーなんですけどね。それはもう本当に、もうそれなんですよ。それしかないから。で、あ、そう。ビットも一応500まで、餌ボールであげれたわ。そんなもんかな、回収してないのは。あと、キットね。はいはい。おこれ、いけるんじゃね？よし。ミコ。ミコ。わ、めっちゃ、すごい。すごいことになってる。コインが、すごい。やった。ギアはまあ、いっか。ギアは一旦いいや。あ、いや、ギア欲しいね、やっぱ。ギアは、ダメージシールドなんかな。そんな気がしてます、僕は。オッケー。まあ、いわゆるフルカンストですよね。よっしゃ、嬉しい。嬉しすぎる。よほ。で、トロ上げしてるんで、これも解放できると。で、これですよ、皆さん。ケンジ切り替えられます。来ました。もう絶対切り替える。よし。で、でよ。ちょっとこっち見ていい？ 50でしょ？ 50、150、200。待って、いくつ必要？あと。1500ぐらいか。いや、1500か。1500しんどいなぁ。3万5000でしょ。今、トロフィーが。ほら、4000ある。うわ。ちょっと待って、遠いな。遠いんで、マスタリーにしよう。マスタリーを上げよう。OK。まあまあ、いや。マスタリー上げます。はい。という感じで、ケンジを今回の回でアンロックできたらいいなって思ってます。で、あとこちらですね。受信箱の。はい、これまた、あれですよ。はい、あれです。5対5の勝利予想。え、こっからクレジット出せばいいんちゃう？普通に。頼む。今んとこね、この、一番最後のスタードロップ。これ、そう、このランダムスタードロップが、本赤と灰課金全部、レジェンドスタードロップなんですよ。だから俺確定だと思ってたんだけど、今ちょっと見たら違かったね。はい。楽しみ。頼むよ。無課金でこそ欲しいんだよ、俺は。許さないよ。出なかったら。俺出なかったら許さないよ。もうほんと信じられない。出なかったらもう信じられない。スタードロップなんてもう信じられない。信じられる。信じられる。あーなーなー。出ないもう嘘はもうさ、マジかよ。ふざけんだよ、もう。ほんとに。出ないのここで。ひどすぎないっすか。ということで、じゃあ今日は、スタードロップ回収しつつ、クエストもやっていきましょう。はい。ということで、じゃあ今日1個目のスタードロップ。しょぼい。はい。ということで、ね、これで多分、2回目の引けまーす。レッツゴー。はい。はい。ということで、何個目かわかんないんですけども、スタードロップ。終わりこれでもしかして。あ、終わりだ。え、誰？しぐれ、誰？オッケー、でもクエストめっちゃ終わった。はい。しぐれ、誰かわかんないけど、なんか入ってきましたと。あ、そうじゃん。クレジットここでもらえるじゃん。あ、じゃあ、マジで、
あ、ブロスターパス新しくなったから。あ、これいける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 。ここ、ケンジ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 。ケンジアンロックいけるんちゃうこれ。やるある、マジである。え？簡単なの。うわー、嬉しい。いや、クレジットのが嬉しかったけど。だってさ、え、これいけるな。いけるいける、ケンジいけるわ、これ。あと、1300ぐらいっしょ？で、これで、はい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 。あ、いけそうだな、なんか。OK。ということで、じゃあ今日は、一旦こんな感じで終わろうと思います。はい。ということで、今日も無課金でやっていくんですけども、今日はですね、なんかあの、補填で、メガボックス2個が来たということで、こちらを受け取っていきたいと思います。いやー、いいですね。まあ、何の補填かっていうと、ガチバトルですね。ガチバトルの、まあ、ブーストがなかったっていう、ものの補填。では、早速引いていきたいと思います。俺の、一番いい結果だと、クレジットが出て、ケンジがアンロックできる。もうこれが俺の中で一番いいと思います。スキンよりそっちの方が欲しい。では、引きまーす。エメラルドでもいいな。お？ふんふん。まあ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 。わあ、ダメ、しょぼいわ、これ。あ、あは。あっけなすぎる。はい。あっけなすぎましたね。はい。何かしら出ると思ったんだけどね。マジ何も出なかったわ。OK。はい。ということで、じゃあ今日は、どうしようかな。OK。ランクブーストも戻ってきたと。はい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 。まあ言うてても、頑張れば取れそうなんですよね。OK。じゃあ今日はちょっとスタードロップを目指して頑張っていきたいと思いまーす。一つ目のスタードロップ引いていきたいと思います。トイトイトイ。二つ目のスタードロップを引いていきたいと思います。はやレアはやはい、ということで最後のスタードロップ引いていきたいと思います。はい、何も出ない。はい、まあまあ結構やったんちゃう。お、来た、100クレジット。いやーでも100か、まだまだ遠いっすね。まあ、今のところ取れ高ないんで、一旦今回はこれで終わりたいと思います。はい、ということで無課金やっていきたいと思います。今日もケンジを目指して頑張っていきましょう。このパワーポイント、これ嬉しいね、意外と。ケンジが寿司を、まあ、大盤振る舞いということでなんですけども、パワーポイントもコインももらえる。これね、無課金からしたら超嬉しい。よし。よし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 。じゃあ今日もね、スタードロップ回収しながら、クエストもやっていこうかなーって思います。ガチバトルのクエストあるから、ガチバトやるかこれ。でも、トラ上げしたいな。ガチバトとかやってる暇がねえんだよな。はい。ということで、じゃあ今から、まあ、シェリーのトラ上げをしつつ、ソロやっていきたいと思います。はい。ということで、やっていきましょう。激動の洞窟。まあ750ぐらいね、そこそこみんな強いんじゃないですかね。丁寧に立ち回っていこうかなと思います。まあ、これは、やり合わせときます。僕は中を取るのが一番最初の。だるない？一旦回避。よっしゃー、ぶれー。もう怖いわ。俺なんでビジョンついてないの、これ。バレてない、バレてない。めちゃめちゃバレてないよ。よー。いや、俺はちょっと慎重に行くよ。7持ちなんで。え、本当にあと一人どこ？いた。忘れてたわ。な、この、モティスはなんか、あ、かわいそう！てめえ。オッケー。よいしょー。いや、ちょっと久々にソロやったけど、ちょっと怖かったな。オッケー、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 レッツゴー！ワーオ！あ、ごめん。別にやったわ。別にやったわ。二つ目のスタードロップ。はーい。はい、スーパーレア。はーい。いやー、ビジョンギア欲しい。オッケーオッケー、行く行く行く。なやねん、お前。味方打ちすな。まあ、こっち来いってことかな。行く行く。許す許す。ななも、落ち着いて。落ち着いて。いなそう。下にいそう、下にいそう。
よっ、いるいる。なんか戦ってるわ。オッケー、レッツゴー。で、一応ウルトを使いながら取り行きます。あのウルトが？オーケー。いや、マジ。やめろ！うわ、置けたのにもう。最後のスタードロップゲットしました。頼む、頼む、頼む。いやー。はい、こんにちは。こんにちは。オッケー。34上がった。よし。ということで、じゃあ今日は結構やったんですけど、取れ高微妙ちゃう？なんか、1000いこうかな、なんか。はい。ということで、今からね、サージ、トラゲしていくんですけども、ミロカとクルに、来てもらいました。はい、お願いします。はい、お願いします。ということで、じゃあこのメンツで今日もやっていきたいと思います。一つ目、レッツゴースーパーリア、はい、スーパーリア、まあ、いつも顔出すよね、よろしく。オッケー。はい、ナイス。で、こいつに乗る。俺も行く。やば。ちょっと待って待って。でも入るの？ああ、オッケーオッケーオッケー。なんてなんて、ミロカ。きっとスタンできるからサージとの相性いいのか、溜めやすいのか、サージが対処。モーティスともまあ相性いいんちゃう、やっぱ。じゃあ、これで。モーティス？おい。痛い、あれが。せーの、はい、来い。おい、これこれ、すごい。動画撮るって言ってすぐいいの撮れた。確かに、いい連携。あ、すごいいい連携。あ、やばい、戻っちゃった。あ、やばい、やばい、スタードロップ。あ、やばい、やばい、やばい。忘れてた、忘れた。いろいろ忘れてた。え？え？ごめん、ごめん、ごめん。3つ目、ポン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 、レアーレアー、また来た。モーティスきつすぎ、この編成。ダグ行こう、ダグ。ダグ行けなくね？ダグ、しばかれるよ、多分。ダグ行ける行ける。君なら。あ、飛んで、飛んでくるよ、これ。あー、危ね。これが、ケンジの避け。ナイス、避け。ガジ使ってくる、そろそろ。避けろ。うわー、これがケンジの当たり。当たり屋の来る。当たり屋の来る。ガジェ使ってます。オッケーです。落として。いや、そのガジェはあんま回復しないからね。起きた、起きた。あ、そっか。ダメ取りしてた。外れてるやん。ちょっと。何外してるん？連携。いや、今連携噛み合ってなさすぎ。連携やばくなかった今。よかったな今。連携マイナスやんもう。俺ハイチャもウルトも全部使ったんだけど今。ハイチャのあの。2人に当たってたやつ全部当たってなかった。ハイチャため直しなの、うつすぎる。お、強い、そのハイチャいった、うん、はい、ナイス、いけ、はい、こういう時に俺は守りの役割をします。守りの役、守りの役、ゴッドハンド。ちょっ、ザムもパス出してくんな。怪しい、怪しい。やばい、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 守れんかった。連携使っても私。俺もでもこれサージ向こうだ。え、これサージやばいな。さぶっ刺せでいくね。ちゃちゃちゃ。やめて、そういうの。一旦。一旦やめよう、そういうの。サージの刺さりえぐいよ、これ。一発。やばい。ミロカ走れ、ミロカ走れ、ミロカ走れ、待って。ちょっと待って、無理だって。見ろ、見ろか、走れよ。無理だってよ。自分は走る代わりに。避けます。ケンジを避けます。お、見ろか、走れ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 、行こう、行こう、行こう。走れ、走れ、見ろか。前に走れ、前に走れ、前に走れ。オッケー。ほら。来た？これは入る、これは入る。オッケー。スルーパスのヤピ。いやー、素晴らしいパスだが飛んできた今。スルーパスのやっぴきた。いいパスやった今。あ、また900いかんかった。昇格戦、昇格戦、勝ったら1000。昇格戦。あー、ゲールやだな、はいはい、あとゲールか。はっぷっせい、おいー、ナイス、昇格戦、あれ、ほい、ナイス、いいやん、小学生やん。小学生、素晴らしい。小学生、小学祭、カモン。あれ、飛んでいた。ほい。ほい。ガチャッとそっちかい。前にぬるっといく。よし。ヤッホー。
1000。嬉しい、ありがとうございます。2人とも、あ、くるも1000おめでとうございます。ありがとうございます。嬉しいです、めちゃくちゃ。本当に本当かよ。はい、多すぎたことで。ということで1000が1,2,3,4,5,6、お、18体結構増えてきた。しゃ、素晴らしい、だいぶ増えてきた。はい、ということで、じゃあ今日の無課金度はこれにて終わるんですけども、くるとみのかのチャンネルリンク下の概要欄の一番上に貼っとくので、皆さんよかったら登録してください。お願いします。2人ともね、1万人を目指しているんですけども、もう意外と頑張ったらいけると思うので、まあ登録してない方はね、ぜひとも登録してあげてください。はい、お願いします。お願いします。はい、では終わりましょう皆さん。それでわだ、わだバイバイ。サムです。サムじゃない。